皆さんこんにちは。せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。あずから自己紹介お願いします。はい、私が質問したらあずきって言ってください。はーい。カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。ありがとうございます。凍結出身19歳、あずこと八木あずきです。よろしくお願いします。はい、みんな元気ないってそんなこと言うな。私があなたの光になります。最近はスマイル、千葉県出身18歳、あきもいなです。よろしくお願いします。はい、私があなたが好きなのはって言ったらひなノートお願いします。はーい。あなたが好きなのはひなの。みんなのお姫様になりたいの。長野県出身18歳の久保ひなのです。よろしくお願いします。イエーイ。あーいやだー。はい、ではじゃあタイトルコールしましょう。はい、はい、いちかばちかで全力一発ルーム。はい、この番組は AKB48 18期研究生がさまざまな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルにてアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい方はぜひアーカイブをご覧ください。そしてアーカイブを見てる皆さん、毎週火曜18時からショールームで生配信してるので、ぜひそちらもご参加お願いします。はい、というわけでね、うわー、ショールームの番組参加方法、参加方法知りたい。あ、いいですか。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントがあるほど皆さんのキャラクターが列の前の方に出てきますので、皆さんぜひぜひどんどんアピールしてください。お願いします。はい、あ、はい、というわけで最近、あ、いや不自然やろ絶対。やりました。不自然。ひやちゃんが前回ね出た時に、最近あったことを V に撮ったんですよ。うん、で、V、そう、動画撮ったの。うん、え、何何どういうこと？動画撮って、うん、今日の週の人に伝えるためにね、動画撮ったんですよ。うん、え、見たい。何？そう。段取り違いますけど、じゃあ行きましょう。お願いします。段取り違うの？3人とも見てますか？元気よくやってください。元気よくやってる、楽しみに見ますからね。はい、見ますよ。はい、では次週皆さんに話してもらいたいことは最近ハマっていることです。しっかりみんなちゃんと喋ってね。楽しみにしてます。カッチ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 止まってるよ。はい、カエルちゃんと言う、やばいっていうのをね、ちょっとあるんですよ。それをちょっとやろうっていうことで、ね、なるほどね。はい、初めてこと、最近ハマってること、最近ハマってること、そうだな、最近ハマってることは、なん、言うのある、言うのある、なんかハマってることっていうか、ハマってた、いもうでも一回もう全部バンって読んだ。この間にめっちゃハマったのはもうスラムダンク。スラムダンクがハマりすぎてて、もう本当にまずアニメを全部見て、漫画も全部買って、全部買ってくれたんですよ、お父さんが。だから全部見て、で映画も借りて、映画も3回ぐらい見て、はい、もうだから満喫しました。すごい、いい、知ってる方いっぱいお話ししましょう。話しましょうって。でもアズは本当にハマってることっていうか、もうなんか劇場になんか1週間入んない、やんないだけでもうなんかそわそわしちゃうぐらい、ちょっとなんか劇場がなんかアズの、そうそう、なんか一部になってるなって感じる。うん、今週も多分いっぱい出るので、確かにね、4公演も全部覚えてる今ある。そうそうそう、でもう劇場大好きなのでぜひおいでね、じゃあひなの自分ハマってることないの、自分からメッセージなどは思ってないけどね。ある
るんだよね。あるの？ハマってることっていうか、小日向今、うん、チャンククッキーっていう、あ、はいはいはい、見た見た、柔らかいクッキーがなんか流行ってるんですよ、うん、でそれがなんか定期的に小日向からこれ食べたいんだけどっていう動画がなんか送られてくるんですよ。動画、作ってる動画とか、うん、なんか流行ってるっていう動画がなんか来て、うん、そうなんだっていうから作ったの、うん、小日向に、うん、え、だから前あげてたの？あれ？そう、違う、え、いいの？え、あれなんか、あの、目撃、あげてるとこを目撃して私ももらいました。そう、え、何それ？この前の女子会の時にあげて、なんかいっぱい持ってきてたから、あ、もらった、それか、それだっけ、え、あの、抹茶のやつ、違います、抹茶のやつ、抹茶のやつ、誰の記憶、梅雨だって。マジか。せーの。
としてのポストはハッシュタグ一発ルームってこちらでお願いします。お願いします。一発すごい主張激しいね。ね。うん。イメージ。お。よし。何だったの？なんだ？テルテルテル坊主。そうそうそう。しずく？おお。なるほど。みんな何片手振りだよ。ほら。わかってる人いる。ね。そう。みんな全然違った、ね、いいね、こうしたよ、こうしたよ、はい、そして今日の一発チャレンジはなんと100人一首です。ああ、やばい、本当にわかりませんだけで視点の X のポストのリポスト数50ごとに10枚取り札が減って探しやすくなります、はい、本当に皆さんのリポスト次第で今回のチャレンジが結構成功できるかに関わりますので、皆さんぜひリポストお願いします。お願い、はい、それではここで先週からオープニングトークのお題を、さっきやりたかった、やばい、来週のメッセージはエンディングで、もう一回ハマったこと言う、エンディングで、はい、エンディングで、はい、ここからは新企画です。タイトルコード、はい、お願いします。一発ダービー、イエーイ。はい、今回は見ている皆さんのことを予想する企画です。お題のテーマについて皆さんはアンケート機能で投票していただき、1位と2位を予想します。最初のお題はこちらです。こちらです。こちらです。どうぞ。おお、最初のこれはありそうでも決まってそう。回転寿司のネタは食べるのか、うん、あみんなか、自分じゃなくて。えでももう2択しかないもん。その2択だもん。みんなは1択だけど。ちなみにヘンちゃんは言ってんのよね。ヘンちゃんはエビ、あちょっと違う。ちなみにえ、アズバ、世間のアズバさんも絶対サーモン。生？何それ、さっきから生か生じゃないか。そうなんか、始まる前にサーモンは生か生じゃないかと、まあ、どっちでもいいらしい。どっちでもいいや、超大事なの。大事なの。え、でも生、最初は生食べるかも。アズバ、ひんちゃんは炙りサーモン派です。あー、いいね。私は 100% 茶碗蒸しなので、8番のその他になりますね。あー、いい。茶碗蒸し絶対食べる。茶碗蒸しさ、届くまでにさ、お寿司届いちゃうもん。え、届かない。茶碗蒸しめっちゃ早く食べる。それかお味噌汁のやつは、茶碗蒸だよ。オッケー。でもな、茶碗蒸し。でもなんかこれは1位と2位でしょ。だからね。うん。当てればいいのか。皆さん、はい、私たちに合わせるのではなく、本当のことを回答してくださいね。お願いします。でも世間の意見ってことだよね、これは。そうだよ。多い。どうしよう。どうしよう。みんな何食べるんだろう。みんな何食べるの？確かに何食べるんだろうね。好き嫌い多くて何の種類があるかよくわかんない人種で。でも、どうしよう。いやでも普通に、はい、2個かくんだよね。2個で怪しいと思う。カニはないな、みんな。カニ食べたことない。白身魚ってエビじゃん。さあ、イカレモノと違うな。オッケー。でもそっか、どうしよう。あ、関根さんからタワー届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとしんちゃん、なんかちょっと一人のチラ見して違そうだったから変えてみるわ。なんでこれ、キャン、オッケー、オッケー、オッケー、かけた。はい、いけた。いきます。あ、嘘、投票するのか。そうだ、危ない。投票、あ、もうまだ投票スタート。スタートっていいんですか。はい、オッケー、スタート。じゃあ投票スタート。みんなやっちゃってください。何秒か割れるよね。何秒かで割れる。どうなんだろう、何秒かできてますかね。あ、来た、ほら、いっぱい投げてる。ほら、あ、ちょっといい感じ。あ、ちょっとみんな頑張れ。見ちゃう、見ちゃうから見ない。分かった。変えてはないよ。見えたの。もうダメだよ、変えてない。変なんて知らない。これが普通だよね。確かに。上。あ、上はね、そう、多分それ。なんか最初変じゃない。じゃあ行きましょうか。絶対違うよね。はい。5、4、3、2、1。終わりー。ありがとうございます。
ございます。皆さん投票ありがとうございます。じゃあ私たちのオープンします。じゃばん、あ、じゃーん、見える？見える？見えないかな。私が、うん、あの1番と2番だからマグロサーモンです。で1位2位だと思ってます。同じです。あ、本当だ、マグロサーモンで難しくて出せない。え、なんで？え、でも合ってる。2人に釣られて2番って書いちゃった。4-4ひゃんちゃんは1位マグロで2位白身魚にしました。おお、白身魚、確かに気にな。そっか、これ正解じゃない？これ正解、これ正解だな。あれ、じゃあちょっと1位から。はい、はい、じゃあ1位はマグロでーす。はい、そして2位はサーモンです。やったー、みんな分かってますね。白身魚はちなみに何位なんでしょう？4位4位でした。あ、惜しいよ。でも4位な、まあまあ、3位は、お、8番だ。まあ、でもちゃんと知ってるんですか、もしかして。多分光物とかそういう、うん、多い。そう、え、そういうこと。サバとか茶碗蒸しでしょ。違うよ、違うんでしょ。炙りサーモンかエビだよ。違う、え、だから炙りサーモンだったら2番だし。ダメ、あれだって生のサーモンなんだ。何言ってんの。炙りたい、炙りたい、炙りたい、炙りたいね。はい、はい、じゃあ正解あるというのが正解でした。イエーイ、ありがとうございます。分かってるね、みんな。よし、次も行きますか。ねえ、通じちゃってんね。ちょっとなんだ、どうしたんだ。怖いね、怖いな、怖いな。あ、お願い。あ、おお、うわ、え、じゃ、うわ、マジか。これもう全然わかんないから、私の見たいものにしよう。パンダはパンダだよね。ってこと？レッサーパンダってこと？あ、なんか、クマはクマだ。変なこと気にしないで、変なこと気にしないで。ちょっとややこしくなるから。でもさ、うん、待って、マジで間違えた、また間違えた。ひやちゃんが見たいの書こうとしちゃった今。あ、ダメだよ。でも、みんなの正直わかんないから言うのは自分の見たいものの順位ですね。みんなの気持ちだよね。でもそうだよね、あの、ひやちゃんはひやが見たかったらみんなも見たいんじゃないかっていう感じにしちゃおう。オッケー、ひやちゃんは1番はリスターパンダが見たい。ミートゥー見たい、うん、からパンダにしよう。そうだね、パンダよりレッサーパンダ。オッケー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 、できたー。ガオー、どうしたどうしたよ。はい、じゃあ、はい、皆さん投票お願いします。お願いします。どうぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。来るかな。確かにヤギないね、選択肢。じゃあみんなその他かもね。ヤギって動物園にいないよね。いるわ。え、いない。あのさ、餌やりコーナーみたいなところいますよね。味よく言ってた、あげてた自分に。でも餌やりコーナーのところはさ、ウサギさんのイメージ。あ、ウサギとかカピバラとかいるよ。ああ、確かに。そうそうそう。よしよし。どう？あれ、これさ、お兄ちゃん、かわいい。でもさ、靴履いてる？靴履いてる？かわいいけど。え、これ投票始まってるの？え、さっきスタートって言ったじゃん、一緒に。え、でもなんかさ、玉がポンポンポンがなくなった。確かに。じゃあみんなしてくれてるんだ。あ、もういっぱいなってた。そうだよね。お、それでは5秒前です。せーの、5、4、3、2、1、終わり。キンコンカンコンカンコンカンコンコン。よし、お、いける気がする。オッケー、はい、じゃあじゃらーん、じゃーん、と1位がパンダで2位がトラとかライオン。おお、はい、はい、1位がパンダで2位がゾウ。おお、ひやちゃんは1位パンダ1位パンダで2位がゾウです。みんなパンダ一緒。いいね、え、うまっ、一緒。じゃあ、はい、じゃあこれいきますね。じゃあ1位はパンダ、はい、おお、やった、そうだよね。
トラとライオン、やったー、ガオー、そう見たいよね、わかる、アズも見に行く、大好き、そう迫力が違うんよ、やっぱこの2人は。いや絶対ゾウさんの方が迫力あるって。ねゾウさんの方が、でもさ、ゾウさん最下位なんだけど、なんで、えなんだろう、なんか私ちっちゃい時はゾウさんとパンダさんが好きなんです。だから私はぬいぐるみ、保育園とか幼稚園ぐらいの、これぐらいの小さいゾウさんのぬいぐるみといつも一緒に寝てます。今も、はい、いますよ。でもごめん、今回は最下位、どまい、どまい。次の問題、あ、お、お時間、お時間、お、やった、アスじゃん、え、お、やった、正解、みんなの気持ちが分かる女です。さすがさすがですね、嬉しい、おめでとう。1位がアズですね。はい、あ、これ競ってたんだ。はい、そうなんだ。1位、1位です。私2位、姉ちゃんも2位、最下位もやった、3位です。はい、はい、以上一発ダービーでした。ありがとうございます。ダービーダービー。はい、続いてのコーナーです。一発チャレンジ、久しぶりの一発チャレンジです。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、はい、毎回テーマを設けてさまざまなチャレンジをしていきたいと思います。はい、5ポイントゲットすることにご褒美企画が行われます。現在4ポイントでずっとストップしたままです。うわー、やばいよ、なんかずっと4ポイントですっていうのを聞いてる気がする。ね、ほんとだよね。そして近々ご褒美プレゼン大会やるので、実現可能そうなご褒美考えておいてくださいとのことです。おプレゼン、もう考えちゃっていいですか。え、マジか、まあ確かに、かここでね、そこで5ポイント取れるようにいたしましょう、ね、はい、今回から挑戦するのは100人一首チャレンジ。お、読み札を自動音声で読み上げますので、はい、取り札を取るだけのシンプルなチャレンジとなっております。シンプル、ね、シンプルだけど、やったことある100人一首ない。なんか中学校の時にやった、ね、あった、わかりますね、けど、うん、はい。でね、今回1人1分ずつチャレンジします。8人合計で40枚ゲットできたらクリアと思う。多いね、40枚、多いよね、うん、すごい、はい、そして皆さんの協力でクリアが近づく企画も、指定の X のポストのリポスト数50ごとに10枚取り札で減って探しやすくなります。はい、ということで今回はリポストを確認しましょう。ねえ、お願い、お願いします。ちょっとだけまだ呼び込み、はい、あ、もう今すぐに、今できます、今でもだけど、ちょっと足りてないみたいです。お願いします、本当に、あのお願いします、あ、お願いします、本当にプリーズ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 リポスト、リポスト、みんな苦手、ね、でもこれに関して、なんだ、半紙半径ヘアフロー見ろって見てました、見てるよ、ひろちゃんも全部見たよ、ね、見てた、めっちゃもうハマってさ、そう、あ、素振りだけはどうですか、ね、やろうとしたけど、カンコンカンコンでも大丈夫そうですか、伸びたの、おー、だってみんなありがとう、ラブじゃあ発表しましょう、はい、じゃらーん、あ、やった、218、え、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、40枚、あ、やった、40枚になった、ありがたいです、とても、うん、60枚とてもありがたいです。40枚減ったから。めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。ではセッティングをいたしましょう。はい、お願いします。綺麗にしようね。いや、めっちゃ歌おうと思ってたそれ。さあ、さみなさん、お片付け。聞いたことない。え、やば。そんなこと聞いてない。どうしよう。ありがとうございます。来ないよね、100人一首。あ、これってことね、これを並べればいいのかな、今、これは、はい、皆さんがやりやすいように並べちゃって大丈夫です。おー、多いな、多いね、意外と100個もあるのか、これ100個だったらやばいことになるね、ちょっと多いな、こんな綺麗に並べてもらったのでごめんなさい、失礼します。うわー、ちょっと100人一首、3人のテンションの差がやばいって書いてある、やばいよ、だちょっとみんなも一緒にやってね、ちょっとさ、できないからってバカにしないでね、みんな、
あれ協力が必要なんだよ。もしこっち向きにしようよ、あず。じゃ全部逆向きにする。40そうだからね。確かに。じゃ全部自分たちだからさ。近くがいいのだって。はい。はい。いや難しいな。お願いします。覚えるタイムを差し上げますね。え？ああ場所ってこと。確かにどこに何があるのか覚えるタイムみたいな。うわあれはないの。何？うん。からくれない。からくれないぐらいしかわかんない。からくれない。水みたいな。ちはやくのやつ。え、これやばいね。 G ばっかで難しい。え、そう、ね、これだってそれ1個も見つけられないはず。かったじゃあ分かんない。え、いや、やば。でもなんか分かんの。か、え、え、ない。あ、ないのか。ないからか。そっか、40枚なの中にあるかもしれないのか。うわ、そういうことか。知ってんのほぼ40枚の方にね。そうだったらやばいね。じゃあ、じゃあもうこれはちょっとしか見つけたね。こっち、これ中間部分がいっぱい。めっちゃめっちゃ深い。よし、え、すごいじゃん。もう行こうか。凝視。はい。思ってもさ、わかんないんだよね。そう。もう見てないんで、とりあえず。とりあえずでも昭和覚えたい。でも無理。ね。とりあえず行きましょう。一瞬だ。お願いします。で、取ったら必ず札は見せてください。はい。カルタ感覚になる、はい、これは。頑張ろう。カルタです。カルタ。じゃあ誰かに行きますか。どうしよう。じゃあ普通にひなのからも行っちゃえば。そうだよね。こっちからじゃあ何とか、うん、もう同じや私らに、うん、知ってるの読まれるって限らないってことですね、はい、しかも知ってるのが読まれるとも限らない。限らないやろ。知ってるか分かんないです。まあいいや。あれないのもあるんですか。そう、ないのもある。40枚抜けてるから。この今60枚この中読まれるのとりあえずこの中が探せばいいってことですよね。 OK です。これ手伝おうじゃん。そうなの。はい、いいんだよね。ではベルが鳴ったスタートでお願いします。では用意。風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。はい。おー、風そよぐ、やばいでしょ、これ。いけるぞ。心にも荒で浮世にながらへば、恋しかるべき夜はの月かな。心にも荒で浮世にながらへば、恋しかるべき夜はの月かな。心にも荒で浮世にながらへば、恋しかる。これやばいって。いにしえの奈良の都の八重桜、今日ここの絵ににほひぬるかな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 。春の夜の夢ばかりなる手枕に、かひなくたたむなこそおしけれ。春の夜の夢ばかりなる手枕に、知らなかった。あ、でもでもでも、でもまあまあまあ、この後の方がまだ頑張った。あ、3枚でも早い。早くない。それってやつすごいいいんだけど。オッケーねえ、とりあえず頑張ろう。もうもうわかんない。今さっき出したのから、さっき出したのからいきます。はい、オッケー。じゃあもう任せて。よろしいでしょうか。ファイト。春の夜の夢ばかりなる手枕に、かひなくたたむなこそおしけれ。
春の夜の夢ばかりなる手枕に、かひなくたたむなこそ惜しけれ。春の夜の夢ばかりなる手枕。明けぬれば狂るものとは知りながらなお、恨めしきやさぼらけかな。明けぬれば狂るものとは知りながらなお、恨めしきやさぼらけかな。明けぬれば狂るものとは知りながらなお、恨めしきやさぼらけかな。明けぬれば狂るものとは知りながらなお、恨めしき。君がため、おしからざりし命さえ長くもがなと思いけるかな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 。君がため、長からむ心も知らず、黒髪の乱れて、今朝は物をこそ思え。長からむ心も知らず、黒髪、村の戸を渡る船人、火事を耐え、幾重も知らぬ恋の道かな。由良の戸を渡る船人、火事を耐え、幾重も知らぬ。あー何日ん ?3、あ、4枚あなんでひなのこっちの方ができんの逆になんかさっきよりこれ、ゆながこうひなの、あ、すいません、ゆながひなのが分かって、ひなのはゆなの方が分かるっていうね、そう、助け合いすごかった。はい、ありがとうございました。でも結構、5枚1人5枚ぐらいが目安ですもんね。で、最初の方が難しいから。そうだよ。よし、オッケーオッケー。いい感じよ。いやいや。頑張ってくれよ。それ、本当に。ちょっと、もうこれ、頭おかしくなる聞いてたら。いや、もう、下ろくの最初の方を探すんだけど。お願いします。やりやすきいきます。いきます。頑張れ。よーい、スタート。由良の戸を渡る船人、火事を耐え、幾重も知らぬ恋の道かな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 。由良の戸を渡る船人、火事を耐え、幾重も知らぬ。来ぬ人を待つ穂の裏の夕なぎに、薬やもしおの身も焦がれつつ、来ぬ人を待つ穂の裏の夕なぎに、薬やもしおの身も焦がれつつ、来ぬ、ホトトギス、泣きつる方を眺むれば、ただ、有明の月ぞ残れる。ホトトギス、泣きつる方を眺むれば、忘れじの行く末までは、固ければ、今日を限りの命ともがな。忘れじの行く末までは、固ければ、今日を限りの命ともがな。忘れじ、もろともに哀れと思え、山桜、花より他に知る人もなし、もろともに恨みはどっち。あーあー、ひなの、すごいね。5枚かわーい、やったー、ありがとうございます。はーい、いい、でも結構検討してるみんな。え、検討検討検討してるよね、えらい。頑張った頑張った、やったじゃあ勉強したらできるわね。ひなのなんかさ、うん、最初どうしたの。じゃあこれは番号になるのかな。あ、番号とかじゃない。じゃあ、甘いきるひなひなのあーずひなのが100番だ。あ、ゆなのがよ。ゆなのゆなのゆなのって誰。ゆなのってやばいね。はい、お、あ、これだけ見たら雑魚だな、ひなって。はい、こんな感じで、はい、こんな感じでした。5、3、4、おー5、3、5ね。ちょっとみんな頑張ってー、この後、はい、頑張って。ちょっとこの後の皆さんに頑張ってもらえる。いけると思う。いける、いける、いける、全然いけると思う。大丈夫、あ、もう取ってます。あ、あれ、これ残りが現在、確かに残り今が12だけど、12の残りはいろいろ、なんでもない。でも、何個取ったんですみたいな知ってたよね。40個でしたっけ、合計が。あ、他に来る人もなし。そしたらもう待って。夢のやつですね。全然知ってる。これ。はい。はい、じゃらーん。12個今。で、あと28個でーす。おーい、頑張れ、いける。いや、いけるでしょ。いけるよ、これは。そう。いや、でもこれ見る限り、やっぱり、うん、終わる方が、後の方が簡単になるよね。うん、そう、多分、そう。めっちゃなんかちょっと減った気がした。確かに、うん。ちょっとでも、やっぱり、なんか、皆さんのリポスト数とかで減ってくれると、簡単になるので、
ね、皆さんお願いします。ペコリペコリ、はい、全部完成しちゃった、はい、そうだね、完成しちゃったからね。じゃあこれ片付けとくのか。そうだね、片付け、はい、片付け。ではじゃあ次回も100人一首チャレンジですからね、はい、ぜひ皆さんリポスト本当にお願いします。お願いします。お片付けしながら、はい、あっという間のエンディングです。はい、これに早やつ、はい、あ、告知があるんですよね。あ、そう、大丈夫、うん、そう、待てない。ハウスのところに、ハウスのところに、ちょっと待ってください。今、こう、あ、いろいろ渋滞してます、すいません。はい、少々お待ちを。顔見て待ってて、顔見て待ってて。はい、そしてじゃあ現在ね、20期生オーディションが今開催中です。お、はい、応募締め切りは7月7日の日曜日までです。ぜひ皆さん私たちと一緒に AKB48 になりましょう。お願いします。お願いします。まあ、こちらね、ポスターがこれです、これあるんですけど、ぜひ応募気になってる方ぜひ応募してください。待ってます。お願いします。待ってます。はい、さらにお知らせです。はい、この番組の後に8時からはい、はい、8時に17期18期のオリジナル楽曲あの夏の防波堤のミュージックビデオが AKB 公式 YouTube チャンネルでプレミアム公開させていただきます。やったー、はい、イエーイ。こちらです。8時からお願いします。はい、そしてこの後20時10分よりミュージックビデオ撮影の裏側や夏に行う、はい、AKB48 17期生昇格記念ライブ新メンバー挨拶回り私たち AKB48 ですの見どころなどをたっぷりお話しする生配信を行います。私とアズ、そしてさえちゃんが来て、18期では3人が出演しますので、ぜひ皆さんそちらもご覧ください。お願いします。はい、詳しい情報は AKB48 オフィシャルサイトでご確認ください。はい、お願いします。そしたら最後にランキングを確認。ちょっとごめんなさい、はい、予定より100日も早く終わってしまったので、ちょっとだけ、ごめんなさい、さっきの、コーナーのもう一問ちょっとやって、ダービーですか。ダービーを一問やってもらって。ダービーやったー、また見抜いちゃうよ。怖いなー。どうしよう、なんだろう、ね、確かに次はノンノンでしょうかな、こういう。え、いやだってでも当たってるから勘だよね。はい、うわ、何かなんか多いな。外出時絶対に持っていくものは、うわうわうわ、じゃあ分かるわ。待って、これむず。そうだな、いやいや、もうとりあえずさ、でしょ、先にした。じゃあ投票始めちゃう。はい。じゃあ投票スタート。スタート。これ難しいね、なんか。でもさ、全部大事すぎて。これ、ね、これ10位、1番と2番必須じゃなかったらちょっと悲しい。ね。確かに。普通に考え、でも1位はひなちゃん多分なんかこれだと思うのかな。どうしよう。普通にさ、わかんない、これとこれが違うんだね、なんか。確かにそれ困るよね。ね、そ、なんか本当にみんなどんな感じだろう。いや、これで合ってよ、合ってよ。え、しんちゃんできた、アルマできた、次にしよう。ちなみに皆さんもプラケットも歩かないもんだ。絶対この中で持ち歩かないもん。エコバッグ。ああ、エコバッグとかモバイルバッテリー。いつも借りてます。確かに。そう、モバイルバッテリー。そう、結構借りてる18期に。持ち歩くけど、うん、使ったその後充電ができなくて結局2日目から使わなくなっちゃう。ああ、まあ確かに。今は持っていくね。ないけど全部。ほぼ全部。エコバッグは。ないけど、大きいからそう、私リュック持ってるし、あとトートバッグ、大きめのトートバッグ持ってるので、その中に入れちゃったりします。はい、すご。どんな感じ？あ、お、せーの、ゴー、あ、
4321じゃんじゃーんじゃじゃーんせーのじゃじゃーん 1番がハンカチ、2番がティッシュとか1番ハンカチ、タオル、2番マスク今1番イヤホン、ヘッドホン、2番ティッシュペーパー正解1番がハンカチ、タオル2番がイヤホン、ヘッドホン本当にいやこれ分かる私ね当たってないよ1位にしてるねほらほらじゃないんだよ3位がマスクですああ私が一番近くないだからいや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 そうだね今回はユナが一番でも確かにイヤホンヘッドホンが2位なのはびっくりしたあ難しいこれは順位がつけられないみんな間違ってるでも持ってくけどねでもなんか私は持たない人もいるのかなって思ったうんあ私イヤホン忘れたら一回家帰っちゃう本当に、まあ、だって聞いてくださいとかの距離だったら聞いてくださいさっきまずここに来て始まる集合する10分前ぐらいまでずっとイヤホンつけてなんかやってたよね、うんそうあずっとイヤホンつけてるなと思って話しかけるか話しかけまいかめっちゃ迷ってたあそこさ優先なんだよ、ね、確かに優先なんだピアノって優先なんですよそう皆さんピアノのファンの方ちょっと時代がそう遅いが確かに優先、うん、いいとこ便利だよねでもマイクあるほどってことはまあまあでもニアピンだよね全員ニアピンちょっとニアちょっとニアピンほぼほぼ入っていや左は入ってないこれはどっちも違うから一応うちらは1位は合ってるのよね、うん、え私が一番近いですよね近いとかないのよこれはだってハッタは間違ってないまあみんな惜しいみんな惜しいそういうことイエイはいって感じでまあ私はハンカチはもう持ち歩かないんですけど、うん、ただひなたの方がファインプレーじゃないって確かにね今惜しかったナンバーワンいいねまあ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 大丈夫どんぐりの背比べしてそうだねはい終わりましょうはい以上ねコーナー追加コーナーでしたはい勝つじゃない追加なのね思ったより100人終わっちゃうそうだね確かに結構パン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 進んでしかもねいつもさなんか始まる前に誰がやるとか確かに言ったりとかもう今回みんなちょっとじゃあもうこっちから行こうかって諦めたからねそうでもありましたねしかも多分時間もそんなにいつもの方がなんかね結構もう1分で決まってたから、うん、そう確かに確かにではランキングを読みましょう、ね、ランキング読みましょうじゃあよみんなあの手で服拭いてないからねちゃんとおトイレのティッシュあのなんていうのあれでペーパーだからじゃあ持ってる持ってない持ってないって持ってないえ誰も使ってなくないハンカチそれはすごい普通のカバンに入ってるのはああねでも使わないよねうちらってあんまトイレでさあれだよね確かにまあそのペーパーがあるときそこ使うペーパーだよね、うん、そうだからちゃんと大丈夫だよみんな大丈夫かなはい、はい、13位はい13位せーの太郎くんさんありがとうございます太郎くんさんせーの12位ゆうこうさんありがとうございますせーの11位ペンギンヒップさんありがとうございますせーの10位シュウカさんありがとうございますせーの9位エラッチさんありがとうございますせーの8位パンダさんありがとうございますせーの7位アイアイさんありがとうございますせーの6位のぶゆきさんありがとうございますせーの5位大野たかふみさんありがとうございますせーの4位356たけさんありがとうございますせーの3位あずみハートを抜かれたらっしさんありがとうございますせーの2位かぶさんありがとうございますせーの1位関根さんありがとうございますはい、さんありがとうございますありがとうございます、ね、今日ちょっといろんな企画新しい企画も ねやっぱり盛りだくさんの楽しいでしたね皆さんどうでしたか楽しいふうふういい感じパチ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 嬉しいありがとうございますありがとうございます皆さんは、はい
しかったですね。はい、はい、久しぶりで、ね、次週のメンバーは私3週目の久保ひなの頑張れ新井さえちゃんと成田久ひなちゃんの番組でございます。すごい3週連続いいな。3週連続でした。いいな。でも前かさま3週連続やってた。やってたね。4週行ったら記録更新かな。あちょっと確かにどうなの。いけるかな。いけるかな。ちょっと頑張ります。頑張るとかじゃないけど頑張ります。どうかな、はい、そしてねここで次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことをメッセージにしなきゃいけないんですよ。これをしようと思いますが、次週の3人、私とさえちゃんとまた自分に何、うん、何なんか話したいことないの逆に。何逆に、え、だろう、小日向、え、小日向とさえだよね、私、うん、なんだろうね、でもあれじゃない、やっぱり超久しぶりの18公演が明日あるから、はい、それの感想を話してもらおう。確かにいい感じですね。聞きたいからしましょうか。ゆなが、ね、これは今日このメンバーでお送りしましたって言ってからみんなに元気ですかって言って、うん、元気ですか、はい、元気とあれだけどで3人で話してほしいことを言います。はい、はい、いいですか。いいよ。じゃあゆなが説明。オッケーオッケー。じゃあなんか説明してお願いします。お願いします。はい、今日のメンバーはこの3人、ゆなとあずと私でお送りしました。イエーイ。皆さん私元気ですか。元気ですよね。うんうん。ではじゃあゆなちゃん話してほしいことを言ってください。はい、もうあ私、うん過去の話になると思うんですけど、私は未来の話をしてるんですけど、まず明日、6月5日に小日向、あなた、小日向、成田小日向の生誕祭があると思うんですけど、そこで超久しぶりの18公演になるので、その感想を3人で話してください。お願いします。楽しみにしてます。楽しみにしてますよ。ではね、6月11日の配信楽しみにしてます。頑張ってね。頑張れね。ファイト。ファイティ。はい、オッケー、いい感じでしたね。終わりました。ありがとうございます。前回よりカチコチじゃなくてよかった。確かに慣れてきた。成長感じます。いい感じで、はい、誰も動いてなかったもん、さっきの映像、ね、もうこうやって感じたよね。はい、では配信を絶対に見逃さないために、右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をしてください。待ってます。お願いします。いい。それでは以上 AKB48 18